横浜 DeNA ベイスターズ公式チャンネルご覧の皆様、横浜 DeNA ベイスターズ日本一おめでとうございますってことで、本日なんですけども、ちょっと急遽私、サワヤンゲームズ、サワヤンチャンネルの、サワヤンのサワが、選手の喜びの声を直接インタビューさせていただくことになりました。ちょっと僕なりにですね、本当にこのクライマックスシリーズから日本シリーズ外野席でほとんど全試合、ちょっと阪神戦ちょっといけなかったんですけども、それ他の試合全部見させていただいて、ちょっと直接選手たちの喜びの声を聞きたいと、いうことで、しっかりとリポーターとしてインタビューしていきたいと思いますので、ぜひとも最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。しゃ選手入るって選手来ます。来た。
しましょうか。先発でもやっちゃいますか。先発でいきますか。期待してます。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今回大手だったということで、どういった気持ちで今試合を今回迎えましたか。いやもう本当にハマスタ戻ってこられたらすごく良かったですし、はい、もう今日決めるという気持ちをみんなで、はい、戦ってました。いや今日は試合前にはなんかチームメンバーになんか一声ありましたか。はい、まあ、いつも集合して、はい、あの自分から一言言わせてもらってるんですけど、はい、なんておっしゃったんですか。地に足つけて、はい、攻めて攻めて攻めまくるって、はい、言いました。攻撃重視で、はい、がっつりと、はい、来年は、はい、いよいよさっきもあの挨拶でありましたけど、はい、リーグ優勝に向けてちょっと一言、はい、多分期待されてるファンの方が多いと思います。はい、キャプテンとしてお願いします。やっぱシーズン3位で終わってる悔しさは全員持ってると思うんで、リーグ優勝してまたこの場所に戻ってきたいなと思います。いや本当にお疲れ様でした、はい、多分本当に過密スケジュールでかなり、いやいや、あの体を酷使されてると思うんで、しっかり休んでください、はい、怪我だけしないように。ありがとうございます。これからも応援してます。ありがとうございます。デスタッシャー、デスタッシャー、お願いします。まだまだ先は長いです。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間だったな。あっという間だね。もう行きたくなっちゃったもん。どつぎやる。うわぁ、行った。うわぁ、プロや。ということで皆様、
あっという間のビールかけでした。本当にベイスターズと関われたこと、応援できたこと、そして何よりもベイスターズが勝ったことが何よりも嬉しいです。来年は悲願のリーグ優勝を実現できるように、僕も今一度声を張り上げて応援していきたいと思いますので、選手の皆様、球団関係者の皆様、そしてファンの皆様、一丸となって来年も頑張りましょう。本当におめでとうございます。デスタジア。